はい、どうもこんにちは、ノアです。今回ですね、またワールドミッションの実況をやっていきたいと思います。今回やる内容なんですが、ユニバースミッションの6弾 UR の孫悟空 BR だね。はい、こちらを今回は、軸にね、デッキを組んで遊んでいきたいと思います。さあ、こちらは極みし力でアタッカーにすると作戦決定時自分チームアタッカーのパワーを永続でプラス5000、さらに自分チームアタッカーが5人以下の時そのラウンドのみ自分チームアタッカーのダメージ倍増効果を無効にする毎回というアビリティ持ってて、これアビリティだけでも普通に強いんだけど、フュージョンで2000ダメージアップと絶対にキレしなくなると。いや、これね、合体戦士でキレしないっていうのがめちゃめちゃ強いんだよね。でさ、ヒーロータイプだし、敵に与えるダメージこれ無条件で2000アップだし、いや、この悟空はマジ合体させても全然強いと思って、今回はこのね、ベジータと一緒に使います。はい、こっちのベジータが、アタッカーにすると戦闘力バトル終了時そのラウンドのみ自分のガードプラス5000、さらに自分の気力がピンチの場合そのラウンドのみ自分チーム全員の与えるダメージが 1.3 倍になる毎回ですね。はい、全員 1.3 倍の方は、まあ、敵のデッキを見てね、まあ、合体させないでこっちのアビリティをメインで使うっていうのでも、まあ、全然ありかなと。で、さらに王子の一撃と、はい、こちらで 1.2 倍のダメージ与えて、ガード100以下の敵を攻撃したら、まあ、効果がアップして3倍と。まあ今回ガード1いないのでそっちはまあほぼ無視なんだけど、他の編成がクロノアシーラスで魔人ブー、はい、世界チャンピオンの親友だね。でミスターサタンと、ジレン、はい、こちらのジレンもね結構強くて、無力感ロックオンバーストで敵のパワーをね、一度だけ1にできます。でさらに冷たい眼光で、はい、敵チームのヒールエナジーを戦闘力によってアップさせなくする。でスーパー V アビリティで、自分の戦闘力永続でプラス1500と。まあこのデッキ結構ね、耐久とかも備わってるんだけど、あの戦闘力面も結構強いと思う。で、攻撃面は、まあ、この悟空のねパワー上げと2000固定で、あとはまあ4100ミサイルとか、あの自分3ラウンドに仕込んでるので、まあ、それとかでダメージ与えたりとか、いう感じかな。はい、まあデッキ説明はこんな感じです。さあ、じゃあそれじゃあね、早速今回ガチ部屋の方に潜っていきたいと思います。カラガス、あ、なんかこれ固定ダメージが上がっていくやつだよね。ただ暗黒仮面はいないのでそんなには怖くない。はい、アプリファイナル、たまにいるよね。はい、長い眠り、ちょっと珍しいデッキが来ましたね。でご飯クスクロノアで固定半減の地面、ん違う、あ、固定半減じゃないや、あれちょっと待って、え、地面何エリート地面かかってこい。あれ、あんなヒットいたっけ。とりあえずはまあこれでいいでしょう。うん、これでベジータのね6コンボできるのでこれでいきましょう。ああー、はいはいはい、あ、そういうことか。あー、でもパラガスってどうだったっけな。チャージに、いや、チャージに勝たないとアビリティ発動しない気がするんだよこいつ。でもなるべくリスク分散した方がいいよな。ロックオンなしでいきます。どうせガードもあれだし、てかそもそもラムーシで消えてるからいいか。ロックオンはなしだな。いや、これちょっと面白いデッキですね。まさかのパラガス、ゼノのパラガスってちょっと珍しい。あんな感じだったんだ。全然使わないから分かんないけど、はい。で時空転送かなんかで亀裂が狙えた気がするんだけど、まあ、今回はヒーラーアバターいないからそれはできないでしょ。はい、意外と硬い。あー、あ、そうだ、やっぱそうだ、1000ダメージアップ。いやー、マジかよ。ちょっと勝てないんだけど。うわー、ちょっと、あ、相手の火力源、あー、でもビルスもいるっちゃいるけど、あー、よしで、チャージに負けなければ一応固定は上がらないっていう。上がるの、なんだって、なんて書いてあって今、あれ、今発動したよね。え、でも攻撃、ちょっと待って、カード見ます。いや、待って、ちょっと待って、あー、やばい、もう本当にガマチャージ、あー、よしよしよし、
合体させるんだけど、パルガスが、気絶しない自分攻撃を受けるたびチャージインパクトで勝利した時の敵に与えるダメージが1000ずつアップしていく。あれ、チャージに勝利しないと上がらないはずなんだけど、今発動してるあれ見間違いかな、まあ、もう一回やれば分かると思うけど、いや CI に勝利しないと発動しないはずなんだよね。おかしいな。ん、ちょっと待って、ん、ん、なんか勘違いしてるな、なんか勘違いしてる。でもさっき固定上がってなかった。衝撃でチャージインパクトで勝利した。え、ちょっとさ、アビリティの表記が意味わかんない、これ。ん？攻撃を受けるたび、チャージインパクトで勝利した時の、あ、攻撃を受けるだけでいいのか。ただし、チャージインパクトで勝利した時じゃないと固定ダメージは発生しない。あー、そういうことか。あ、面白いカードだね。結構テクニカルですけど、あ、まあ最大で考えたら、まあ1万ダメージアップとかもね、できなくはないし。え、じゃあこれでいいか。シーラスは、いや、下げた方がいいと思うな。行こう。で、しまいました。あ、次も先行取れるしね。さあ、バトルカプセルは、じゃあ自分チームに投げていきましょうか。いや、まさかのパラガス。パラガス結構謎だな。いや、なかなかに謎なカードだね。でも、アバーリだったら、時空転送を切り詰められるし、意外と強い。てか、パラガスも UR って意外と強いよね。BR もそうだけどさ。ゼノも結構強い。さあ、当たれ！うわー、当たらない。当たらないよ。あ、で、これで軽減毎回 50%、あ、25% 貼って、長いネグで固定ダメージアップ。なるほど。ロックオンはいいや。パワー1ロックオンなんだけど、別にパラガスにはそんなに意味ないので、これはやめましょう。ここちょっと技当てたいですね。ただ相手もだいぶね、そのパラガス使ってるっていうことは、まあ、チャージインパクトにね相当自信があるからだと思うので、いや、いいバトルになりそうだな。スヌーチさあどうか。で、これだけで次の攻撃時のダメージが1000上がるんで強くない？いや、これ強いぞ。さあ、ダメージはまあ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 、うん、ガード5000がでかいね。ああ、まあまあ、うん、でも2人でこれだったら全然いいんじゃない。言うて次で軽減消しちゃえばいいから。さあどうか。おっしゃー、入ったー。で、パワー1マップで、2000ダメージアップもしてる。これ何気にダメージ入れそうだね。ああ、いいじゃん。浮き飛びな。ドッカーン、かっこいい。おお、いいね、いいね。さあ、6300ダメージ。で、次も先行取れるので、4000ミサイル撃とうか。次で4000、あー、まあまあまあ、次で4000ミサイル撃ちたい。で、ダブルアタックは温存しよう。これさ、あ、いや、なんでもない、撃ちます、普通に撃とう。で、次シーラス上げて軽減消して倒す。おー、素晴らしい。3000ダメージ強すぎ、強すぎ。さ、これ食らいたくない。これ食らったらやばいよ、これやばいよ。あー、6000ダメージ、うーわ、6000ダメージだよね、多分。123の123だから、そうだ、6000ダメージだ。やば、パラガスやば。で、次で9000ダメージ。やばいやばいやばい、普通にやばい。まあミサイルの一択かな、ここはミサイル一択で。さあ、自分のは4100なんですがまあ4100といえどかなりでかいはず。さあ、残り9800だから、これはいけますね、はい。で、ロックオンかけて軽減を消した方がいいと思うので、まあこんな感じで
はい、出てきた。あ、じゃあどうしよう、パワー1かけられるから、まあ2人でビルス狙って亀裂狙いながらみたいな感じでいいと思う。よし、決めた。こいつの亀裂を狙おう。ビルス亀裂させればだいぶでかいでしょ。しかもあいつも固定持ってるからな。長い眠りって1回につきいくつだっけな、2000とか2000ぐらいじゃなかったっけあれ。完全固定ダメージデッキだね。あ、しかもここダメージバイド通るね。おお、ナイスミラクル。これはもらったでしょう。あー、いいね、強い。さあ軽減も消して2倍ダメージ、ドッカーン。あー、まあ亀裂はしないと。さあどうだ。よし、しかもこれロックオンバーストなんだよね。これがいいよね。おお、いいね。でさすがに亀裂、これはもらったでしょ。滅びろ、それだけだ。おお、強っ。えあれ、ジレン強っ。はい、ということで、今回はですね、はい、極めし力の孫悟空 BR ね、はい、使って、ガチ部屋の方に潜入してみました。いやー、ちょっと面白いバトルでしたね。まさかのパラガスゼノという。いやー、あのカード、まあ普通にちょっと難しいなってのあるけど、亀裂もしないし、で何よりワールドミッションにおいての固定ダメージマジで強いので、ちょっと自分もそのうち使ってみようかなっていうふうに思いましたという感じでご視聴ありがとうございました。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。